ソウルソサエティでの激闘を終え現世帰還した黒崎一護だが、アイゼン宗助は宝玉を用いてアランカルを生み出し、現世そしてソウルソサエティへの信仰を企てていた。さらにアイゼンは井上織姫の力に目をつけ、エスパーダの一人ウルキオラ・シファーに命じて彼女をウェコムンドへと拉致してしまう。それを知ったイチゴは織姫を救出するため、石田雨竜、佐渡安虎と共にウェコムンドへと潜入した。行くぜ。ここがウェコムンド。なんつうか寂しいとこだな。なんもねえや。おい、あれを見ろ。城、宮殿か。これがアイゼンの拠点、ラスノーチェス。よし、行くぜ。行くぜ。ありがたくないお出迎えだね。こんなところでモタモタしてらんねえ。一気に行くぜ。本当にあそこにあんのかよ。蜃気楼とかじゃねえだろ。蜃気楼じゃないさ。ここで蜃気楼が見えるはずない。わかりやすく蜃気楼の原理から説明してやろうか。そもそも蜃気楼というのは結構です。行くぜ。あんた何者あそこ。渡りが見なきゃ押すね。ごめん、お前お風呂か。はい、寝るのアランカルの寝るつと申します。お前本当にアランカルか。前に現世に来た連中と全然雰囲気違うじゃねえか。それが聞いて、あんたがスマホでそこのアランカルとくらいじゃねえか。ねえはねえし、黒いクモの木で懐かしい神みたい。死神だ、悪者だ。いや、別に殺しゃしねえよ。あんたさか、だったらネルを一緒に連れて行くっす。何言ってんだお前。セネガミと仲良くしてしまったネルはもう裏切り者っす。裏切り者は殺されるっす。連れてってくんなきゃ。なんてしてよ。わかった、わかったが無くなったく。行くぜ。ルキア、レンジ、お前らたわけ。なぜ勝手にウェコムンドへ入った。なぜ私が戻るのを待てなかった。私もレンジも最初から必ず戻るつもりだった。なぜ貴様はそれを待てぬ。なぜ貴様はそれを信じられぬ。我々は仲間だろう、イチゴ。ああ、そうだな。まず分かっていればよい。二度とこんなくだらぬことを私の口から確認させるな。
邪魔するなよ。通らせてもらうぜ。行くぜ。気をつけろ、イチゴ。目のすくらいどうってことねえよ。バカ者、油断していると足元を救われるぞ。わかってるって。とどめだ。終わりだ。行くぜ。このまま一気に行くぜ。全力で行く。くそー。